おー、飯だ飯だ飯だ。よー、行くな、アツ。ここ空いてるか。あ、ラファエル君、僕はもう食べ終わったからここ座っていいですよ。あ、まだちょっと残ってるじゃねえか。いいんです、ちょっと食欲がなくて。じゃあ僕は先に行きますね。おイグナーツ、おでと一緒に筋肉をいじめねえか。え、でも、あ、そこの器具錆びついてるみたいです。油を取ってきますね。そんなのかなり前からだぞ。今やらなくてもいいだろう。いや、ほら、気づいた時にやらないと。倉庫に油ありましたよね。行ってきます。イグナーツ、ちょっといいか。わ、ラファエル君、どうしたんですか。おめえに話があってよ。今いいよな。いえ、あの、そうだ、借りていた本を書庫に返しに行かないと。待て待て待て、またお出から逃げる気か。え、いえ、逃げるなんて。そうだろう。おめえ、お出が話しかけるとすぐどっかに行っちまうじゃねえか。なんでだ、ガキの頃はもっと仲良くしてくれたじゃねえか。おでが親に連れられておめえんち行くとさ、珍しいものいっぱい見せてくれてよ。おでの妹と三人でかくれんぼしたりよ。絵を描いてくれたこともあったよな。あの頃のようにはできないですよ。申し訳なくて。申し訳ねえ？何が申し訳ねえんだ？その、ラファエル君のご両親のことです。君のご両親が亡くなった原因は僕の親にあるんです。何言ってんだ。父ちゃんと母ちゃんは仕事中の事故で死んだって聞いたぞ。それは僕の両親が請け負った仕事で、別の仕事があって行けなくて、それで君のご両親を推薦したんです。知らなかったな。でもそれが何だって言うんだよ。だって。だってじゃねえよ。もうこの話は終わりだ。これ以上気にすんじゃねえぞ。そんなに簡単には割り切れませんよ。せい！はって！あ、行くな！お、イグナーツも飯な、なんだあいつ。なんだ、元気じゃねえか。体の具合でも悪いのかと思ったぞ。ラファエル君、うん、大丈夫です。じゃあ何か悩んでることでもあんのか。おでに話してみるか。悩んでるっていうか、その君のご両親のこともあるし。こら、そのことは気にすんなって言ったよな。おめえ、いい加減にしろって。気にしますよ。ご両親を亡くしてすごく苦労してたのも伝え聞いてましたし、なのに僕の親は何の援助もしようとしないし、申し訳なくて。そりゃそうだろう。おめえの親がおでの親を殺したわけじゃねえんだから。そもそも親同士のことでおでたちが気まずくなる理由なんてねえだろうが。でもそれじゃ僕の気が済まないです。おでに何かしてってんなら
昔みたいに仲良くしてくれって。一緒にうめえもん食って楽しいことしていっぱい笑ってよ。本当にラファエル君はそれでいいんですか？当たり前だろ。お手たちずっと前から友達じゃねえか。ラファエル君ありがとう。今までごめんなさい。ラファエル君、あ、手紙を読んでたんですか。おお、イグナーツ、妹から手紙が届いてよ。マーヤちゃんから。懐かしいな。大きくなったんでしょうね。まだチビだぞ。最近会ってねえけど、せはおめえの肩くらいじゃねえかな。へえ、そんなに大きくなったんですね。手紙ではなんて。おめえのこと書いたらすげえ喜んでよ。これ覚えてるか。あ、これってもしかして僕がマーヤちゃんに書いた絵。手紙と一緒に入ってたんだ。あいつこれずっと大事に持ってたんだぞ。よし、見たな。じゃあしまうぞ。妹がおめえに見せたらすぐに返せって言うからよ。あんな下手くそな絵なのにそんなに大事にしてくれて嬉しいな。思い出しました。僕が絵をあげた時、マーヤちゃんがすごく喜んでくれて、絵でこんなに人を喜ばせられるんだってその時とても感動したんです。それ以来ずっと描き続けてるんです。いつか絵描きになれたらいいなって。おめえすげえ絵が上手くなってるもんな。絶対なれるぞ。俺が保証する。でも親の意向もありますし、現実的には難しいかな。親の意向だって貴族じゃねえんだから、自分の意思でどうとでもなるだろうが。そうかな。そうですよね。よし、腹くくって覚悟を決められるように俺が応援してやるぞ。まずはそうだな、そうだ、お手を書いてくれねえか。え、ラファエル君も。妹にお手が元気にやってるってのを伝えたくってよ。あいつ心配性だからな。それに妹はおめえが描いた絵ならなんだって大喜びのはずだぞ。わかりました。僕描きます。精一杯描いてみますよ。今のラファエル君の楽しそうな姿をマーヤちゃんが安心するように。楽しそうな姿？それじゃダメだぞ。腕の筋肉美を忠実に描いてくれねえと。え、それじゃあマーヤちゃん喜ばないんじゃ。よし、おめえに描いてもらう前にもうちょっと鍛えてくるぞ。筋肉パンパンのお兄ちゃんを見たらあいつもきっと大喜びだ。ええー。